鉄があるような気がするの。赤い夜以前と以後では記録と記憶に差があり、お互いの記憶にさえ差が生じている。出会っている可能性が高いのに赤い夜以前には出会っている。坂部先輩が言っている断絶とはそういうこしているのか。現実に決まっているだろう。これが現実でないとして何が。いるこの世界も現実ではない、そう言いたいのね。
ではなく赤い夜と同じ別の空間だというのか。違うってことの解決にはならないような。
なり高度なものになるけれど、禁呪や秘跡のレベルであれば平行世界に干渉することも可能だと聞いたことがある。平行世界？現実は未来に対してあらゆる可能性を含んでいる。その可能性が枝分かれした先の世界、隣り合った世界のことを平行世界と呼ぶ。次元の力を基礎に置く陰陽道では到底受け入れられない術だ。西洋魔術に精通した草壁良一の残した文章、それらの基礎概念を含まれている。しおりくん、西洋魔術ならその領域の魔術を使える者がいるというのか。少なくともインデックスの14選の中に数人。ならば私たちは別々の世界からこの世界へ召喚されていたというのか。夜という実例を考えるなら、異なる平行世界を重ね合わせた世界なのかもしれない。全く新しい世界を作り出すのはもはや魔術とは言えない。それは神の領域。もともと別に存在する平行世界の可能性を重ね合わせ、新たな可能世界に修練させたとするならば、あるいは。Thank you.
このまま手をこまねいていても何の解決にもならない。次の赤いウルが訪れた時、西のゲオルギウスとサバタンさん、そしてリーゼロッテを倒す手段を講じなくてはならない。同じ場所へと戻るはずだ。本当、しおりちゃん。魔術とは、この世の法則に干渉する術。それは自然の状態を歪めて意のままに操るための技術だから、その歪みの原因を取り除けば本来あるべき世界へと。Thank you.
ミサオをはじめとした敵を倒すことのみを考えるべきだった。本当にできると思っているのか。私が戦いに来たわけではない。そんなことを信用しろというのか。信じる信じないは貴様らしい。その気になれば瞬きする間に全員をほふることができると分かっておる。戦いに来たわけではないと言ったはずだ。分からない。問答無用で殺し合うか。
生きる気力が残るのであれば、互いに技を尽くして切り結ぶ。なお生きる気力だと誇りあるし、自決を選ぶのは我が子を売ることもあるのどういうことだ。真実を知りたければ黙して聞け。そしてお前たちが待つべきことを選ぶ。昭和9年に遡る。